一平の料理教室。今日はフルーツグミヨーグルトだよ。はい、まずはこのグミですね。グミをですね、みじん切りにしていきます。グミのにみじん切り難しいな、めんどくさいな、でも頑張ってみじん切りにしようね。みじん切りにできねえ、硬いにゃ、くねくねして硬いです。わかったわかった。種類ごとにグレープ味グミヨーグルト、白桃味グミヨーグルトとかいろいろできますね。みじん切りにしてたらなんか粘りついちゃって、お互い粘りついちゃって困ったことになっちゃうよ。あらあらあら、うう、あ、じゃあこれもこれはもうしまって、もうグレープ味に徹することにした。器に入れます。そして器に入れたら、このみじん切りにしたグミを、この貼り付いたグミを引き剥がしながら入れて、混ぜちゃえばくっつかないだろうと。いや、意外とみじん切りにするのは大変でしたね。グミがくっついちゃう、粘着力があるグミでした。いや、これは私の予想外でしたね。みじん切りグミヨーグルト、みじん切りにすればするほどこの表面積が増えてよく張り付いて、どうしようもないという。ちっちゃくしちゃうもんね。みじん切りね、みじん切りです。はい、みじん切りです。はい、これでいいでしょう。これでいいでしょう。はい、よくできました。はい、これでね、もうできますよ。待ってくださいね、すぐできますから。みじん切りヨーグルト、みじグミグミ入りヨーグルト、よいしょ。はい、できました。グレープ味です。早速試食です。ああ、ぶどうのほのかな香りがします。うん、なんかこのグミの歯ごたえが、くにくにしてて非常に違和感のある味となっております。こんな食感の食べ物はなかったと思いますね。面白い。これはこれでなかなかいいですよ。グミ入りヨーグルト、お試しあれ。